サイモン・シュナピアは、ロシア生まれ、アメリカの男性元フィギュアスケート選手。パートナーは、リーディー、レン、マリッサ・キャステリなど。2014年ソチオリンピック団体戦銅メダリスト。2013年、2014年、全米フィギュアスケート選手権優勝。シュナピアは、モスクワで生まれたが、1歳の時に、家族で、アメリカに移民した。 6歳でスケートを始め13歳からペア競技をしている。2006年にマリッサキャステリとペアを組み2009年世界ジュニア選手権で3位になった。2011から2012シーズン全米選手権で5位に終わった後解散を考え1ヶ月の間一緒に練習をしなかったが解散は思い直した。2012から2013シーズン アイスチャレンジで国際大会初優勝。NHK 杯ではサニーでグランプリシリーズで初のメダルを獲得。全米選手権では前年の上位3組が欠場、解散している中で初優勝。2013から2014シーズン全米選手権で2連覇。ソチオリンピックの団体戦では SP、FS どもに自己ベストを更新。 同メダルを獲得した。5月7日、キャステリーとのペアの解消を発表した。その後、DD レントのペア結成を発表した。2015年6月30日、引退を発表した。ありがとうございます。